本木総合事務所横浜本木駅は神奈川県横浜市中区西木町にある神奈川臨海鉄道本木線の貨物駅である。地上駅でコンテナホームが一面あり、ここに200線が2本引かれている。校内には駅事務所があり、友人駅である。本木総合事務所には神奈川臨海鉄道の横浜支社が置かれているほか、食堂や 運送会社などのテナントも入居している。本木線の貨物業務を支える横浜機関区も併設されている。構内の横浜機関区脇から東南方面に国際不当線用線が分岐し、かつては専用の無会社、コンテナ社による工業用使用輸送が上越線の渋川駅まで行われていた。国際不当線用線は 本木船の開業と同時に開通したものであるが、この輸送の着火種である関東電化工業が渋川工場での操打電解事業を水島工場に一本化したために2005年8月に終了となり、これ以降国際不当専用船は休止になっている。当駅に属する専用船としてこのほか、国際不当専用船の途中から分岐する。 日本の産工業専用船があったが、これは1991年5月に廃止されている。2000年2月1日にコンテナの通関業務を行う保税増地場を校内に開設し、輸送時間の短縮や手続きの簡略化を図っている。ISO 規格国際会場コンテナを大量に取り扱う当駅ならではの設備といえる。 2010年3月13日のダイヤ改正で、これまで、仙台臨海鉄道仙台港駅との間に位置、往復設定されていた海上コンテナ専用列車が、森岡貨物ターミナル駅、東京貨物ターミナル駅間の列車に切り替えられる、形で廃止となり、当駅と JR 線とを結ぶ貨物扱いの定期列車は、東京貨物ターミナル駅との間に設定されている。 コンテナ列車1往復だけとなっている。以前はコンテナホームの大半を海上コンテナが占めていたが、現在は12フィートコンテナや化製品コンテナがほとんどとなっている。コンテナ貨物の取扱い駅で海上コンテナ輸送が盛んなことから、神奈川臨海鉄道のドル箱路線である本木線の拠点駅となっている。横浜港本木埠頭に位置し、12フィートコンテナや、 大型の2 0 3レフィートコンテナのほか、海上輸送に対応した2 0 2 4レフィート、海上コンテナも取り扱っている。取り扱い品目は、横浜港本目不当より輸出入するものが中心となっている。また、年度末に、宇都宮貨物ターミナル駅から、日産カーパックコンテナで輸送される、日産自動車製高級輸出自動車や、 ラテックスや MDI などの化成品類、エネオスネギス製油所から出荷される、潤滑油、日清オイリオグループ、横浜遺族工場から出荷される、食用油がある。近年の年間発着トン数は、下記の通り。ただし、横浜本木駅と本木不等駅の合計数。等駅には、かつて、横浜港の引き込み線で活躍していた。 国鉄 C56 形状機器官舎が非公開ながら生体保存されている。ありがとうございます。